中です。おはよう。久しぶりっすね。皆さん元気してましたか？僕はダラダラしてました。そう、ゴールデンウィーク最終日ですけどね、皆さんどんな風に休日を過ごしたっすかね。うちはどっちかっていうとあれですかね、海外からの問い合わせがめちゃくちゃ多かったっすね。ね、どこでうちの在庫を調べるんだろうね。うちにある在庫をピンポイントで聞いてくるね。全部断ってますけど。お、アストンマーティンさん久しぶりですね。ゴールデンウィークどう過ごしました？これ吸うのやめよう俺。まあいいや、この話からいこうか。最近サムネ俺なんて書いたかいつも自分で書いといて自分で分かんなくなるけど、確かキューバの行方って書いたんだよね。キューバハマキのこれからどう今後どうなっていくかみたいなね。まずその流れのうちの一つ、これはまあ別に話の流れの中じゃないけどさ、見てこれ。ケドルセアンドラリージョナル、めちゃくちゃ小さいんですけど、これでこの間ヨーロッパで買い付けたんですけど、ちょっと待って、この箱ケドルセの50本リージョナルね。最近ケドルセ50も54もコロナスクラルもね、手に入りづらくなったけど、案外まあ、俺の動画基本ぶっちゃけてるからあれだけど、5054コロナスクラルはまあ、竹中さん手に入りますかと聞かれれば入ります、はい、それほど難しくはないけど数は減ってきたかな。でインスタで52とかね結構上がってるみたいで、みんな俺のところにケドルセの52ありませんかって問い合わせあるけど、まだ発売してないから。そう、まあ、先行だね。だから最近さ、インスタグラムとかで何ていうの、新しい葉巻のそのインスタ上がるやつ、皆さん見る機会少なくなってきたと思うんですけど、そうあれね、世界中で圧力かかったっす。みんなやめろと、そんなまだ発売もしてない葉巻インスタグラムに上げるんじゃないみたいな、先にみたいな感じになったみたいで、だから最近結構葉巻のインスタ少なくなった。フェイスブックも俺もご多分に漏れず、新しい葉巻のインスタ上げるとすぐ怒られるからね、やめました。あとすぐ海外から電話かかってくるからめんどくさくなっちゃった。このゴールデンウィークもめちゃくちゃ電話かかってきてる。ちゃんとみんでも外国の人はみんな礼儀正しいんだね。9時か10時まで待つんだね。あの時差とかあると思うんだけどさ、海外から電話かかってくるから。お、ハムタンさんは俺会ったことあります？そう、庄司くん2号艇ね、見てた？そう。でもあのエンジンで庄司康介が04のスタートで行けたことが素晴らしいよ。本人はもう今頃お休みでずっとハマキばっかしてます。俺と一緒だ。話がとっちゃらかったけどさ、このケドルセのアンドラリージョナル、これ俺ヨーロッパで見つけた時マジかと、このサイズで50本ケビってどういうことと思って、どんなちっちゃいハマキ入ってんのと思って、こんなちっちゃいハマキでした。どれぐらい小さいかっていうとね、
何言ってんの。コネ1がこれで、コネ A がこれ、これだよ。シガリロかって。なんだろうね、最近ケドルセの海外リージョナルめちゃくちゃ見るけど、そうむちゃくちゃあるんだけど、この間お客さんにレバノンの新しく出るケドルセ、まあ、そうですか、50本キャビネットのやつ探してくださいって言われて探したんだけど、高すぎる。高いね、ハマキね。皆さんどうしてます？キューバさんのハマキまだ頑張って吸ってる人。俺も頑張って吸ってます。っていうか俺キューバさんのハマキしか吸ってないけどね。これでも案外悪くないと思うけどな、このサイズで。はいって言って安野君。安野君お帰り。うちのヒミドールどうでした？そう、俺ヒミドール作ったんですよ。暇だったんで。暇だったっていうか、まあ、まあ、定期的にねキューバ行ってますけどね。まああの長い長いヒミドール作るって決めてからどれぐらい出てきたっけ？一月半ぐらい。小沢さん、ああ数年ぶりにキューバさんの人ハマキ、まだまだ上がりますよ、まだまだ。そう、まだまだ上がります。はい。はあ、と思って。これ悩みどこなんですけどね。去年の夏ね、僕まあなヨーロッパで仕入れた情報で、コイーバ3倍から4倍になるって言われて、通常のハマキも2倍とかになるから、ブルーメン買っといた方がいいよってみんなに言われて。で俺もまあその時かき集められるだけかき集めてめっちゃハマキ買ったんですけど、ぶっちゃけ全然足んなかったです。結構な数買ったけどね、めちゃくちゃ山積みだったよね。ハマキってなんでこんななくなっていくんだろう。みんなが吸うからだね。だけど今年ねあと2回上がるって言われてるんで、まあキューバ本国は9月と12月って言われてるけど、まあ未確認情報なんでね、確定じゃないですけどね。あ、高野さんお久しぶりです。元気してますか？京都はすごい賑わいだったでしょう。東京はゴールデンウィークは完全にドーナツ化現象です。いないって、誰もいないって。道走りやすい。普段からこれぐらい人いなかったら楽しいのに。ロミオイジュリエッタの2番のチボスが2万4000円って、可愛らしい。そんな葉巻うちにある子たちなんかもうどうしたらいいの、誰が吸うのみたいな、誰が吸うんですかみたいな感じになっちゃってね。コイーバなんかもう意味がわからない。これはビクトリア定価で5万と5万5千円。でも5万5千なんかじゃ買えないもん。そう、この間なんかヨーロッパ買い付けに行って、ヨーロッパのバイヤーたちとすごい話してたんですけど、まあここ結構真面目な話ですけどね、キューバ産のハマキって今後どうなっていくかっていう話をねみんなと話したんですよ。まあ僕もちょっと普段はねヨーロッパはスルーしてもうチョンって足つけてピューってキューバ行っちゃうんですけど、この間キューバ行った時はヨーロッパの仲いいバイヤー全員のところにねこうちょっとずつ顔出していって、みんなどんな感じなのかなと思って、例えばみんなから最近スイスのジェラールさんハマキ入ってないけど全然在庫ないけどどうなってるか竹中さん見てきてくださいとか言われて、俺ジェラールさんを見てくる義理はないんだけど、一応まあまあどうなってるのかなと思って見に行って、そしたら全くキューバさんのハマキ置いてなかったから、で近く の, あのラカーさんの友達のとこ行って、なんでジェラールキューバさん置いてないのって聞いたら、キューバ本国がラカーさん以外にハマキを下ろすのをやめたんだって。方向性としてそっち方向だから、まあまあまだ在庫あるとことかラカーサから仕入れてるとことかまだ多少あるみたいだけど、
まあ、本国的にはもう完全にラカーサ以外に置きたくないみたいな。これってすごいことでね。どういうことかっていうと、日本だとさ、もういわゆるラカーサってシガークラブさんが持ってるけど、シガークラブさんからタバコ屋に下ろすのも許さないっていう、ラカーサだけでしか買えないみたいな。だエルメスがセレクトショップに下ろすっていうことはしないみたいなっていう方向性を示したいみたいで、本当にできるかどうかはまだわからないけど、要は方向性としてはそっち方向に行きたいみたいな。だからジェラールはラカーサじゃないから、ジェラールにキューバ産のハマキはもう入れないっていうことらしいね。だけどジェラールさんはまあスイスジュネーブのね、なんだっけ、マンダリンオリエンタルじゃなくてケンピンスキー、ケンピンスキーホテルの1階に入ってるんで、まあ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 、今この間行った時はね、キューバ産の葉巻、あそこってすごくて、ジェラール行ったことある人何人ぐらいいるかわかんないですけど、ジェラールすっごいでかいです。あのウォークインヒュミがあるんですけどの、ほんと一棚だけがキューバで、95% ノンキューバでした。で入ってったら、あーブルーメンつって、ないよキューバって言われて、そうですよね、キューバ産の葉巻めっちゃ高いですよね。俺もコイーバどうしようかなと思って、何をどうしようかなと思ってっていうかっていうとですね、あるんですよ、うち在庫フルナインナップで揃ってる、エスプレンディトスだろうがランセロだろうがあるけどロブストだってあるし、ベイケだってあるし、ないのはタリスマンだけかな。タリスマンは終わった。だけどこの間ヨーロッパのバイヤーに、タリスマンめちゃくちゃあるんだけど後期買わないかって言われて、何箱あんのって聞いた。300箱っていう、バカじゃないのっつったもういらないわ、濃いバタリスマン300箱もっつって、後期100箱なんとかなんないって言うから、100箱とかわけわかんないでしょタリスマン100箱だよ、100箱。ちなみに買わなかったんで、1箱も買わなかったからいいですけどちなみに1箱今いくらすると思います、タリスマン10本入りで。聞いても分かんないだろうから答えるけど、3500ユーロス。もう一箱50万オーバーですね。だからヨーロッパで3500ユーロで買い付けてきて日本で売るってなったら、まあ、頭おかしい。まあタリスも扱わないからね、俺古い葉巻扱わないから、基本的にヴィンテージシガーに興味ないんで。でもこの間スイス行ったら面白かったですけど、2年ぐらい前までは新作の葉巻とヴィンテージのシガーって売ってたんですけど、新作の葉巻は本国の葉巻の値段が上がっちゃってるからヴィンテージの方が安くなっちゃってる。昔はだから新しい葉巻が安くて古い葉巻が高かったでしょ、だけど古い葉巻は値段は変わってないのよ、出上がりしてなかった、あんまり。ちょっと上がってたけど、ほんのちょっと。だけど新作がさ、ビクトリアとかさ、俺らがこの間見たのはスイスのリージョナルねとか、いろんなの見てきたけど、全部バカみたいに高かったけど、そうで、ヴィンテージが安かったから、俺何回もそこの葉巻屋でフレッシュロールが俺好きだよって何回も言ってんじゃんって言ってるんだけど、なんかね、いっぱい古いシガーばっかり、人の話聞かない、外国人に人の話聞かないよ、俺も人の話聞かないけど、葉巻屋って人の話聞かないのかな、みんな。人の話聞いてくれる葉巻屋行ったことない、レイザーに至っても人の話聞かないもんね誰も聞かない。人の話をちゃんと聞いてくれるのはシンガポールのジミーさんぐらいかなジミーさんはちゃんと聞いてくれます。やっぱ余裕かな、王者の風格かな、あれが。そうだね、ね、そう。
あの小沢さん随分遅れてらっしゃる。今タリスマンの世界相場は7万ぐらいですね、1本。この間クアラレンプールで9万5千ついてました。今定価は2万4千ぐらいかな、日本は2万4千、1万4千、2万、2万4千って上がったと思うんですけど、入ってくるわけないですね。世界相場感的に言うと、もう俺は買い付けなかったけど、バイヤー間の取引でまあ3000は硬いんで、3000、まあ一箱だけ入手と大量入手とまた違うけど、俺がどんな今すぐタリスマン欲しいってもし俺が言われてなんとかするってなってもなんとかできないんだけどね。日本は定価制があるから、その高値で引いて日本で高値で売るわけにいかないからさね。だからバイヤー紹介するしかないんだよね、俺が。まあ、それでもまあ5万は切ってこないよね。5万切るのは難しい。まあで、まあまあそれは置いといて、タリスマンの話はもう終わった話だから置いといて、まあ、これから出てくるリミターだって多分どれぐらいからスタートするのかなとか思うけどさ。まあでもヨーロッパのハマキ屋たちとみんなで話してたら、キューバ産のハマキ扱わない、キューバ産のハマキは高いなりにも順調に、ね田山さんね、難しい問題ですけど、あるとこにはあるけど、やめたところはやめちゃったっすね。要はみんなやめたところ、例えば俺がよく言ってたオランダはもう完全にキューバから撤退した感じっすよね。全然見かけなくなった、キューバさんの向きで。なんでって聞いたら、儲かんねえもんって言うから、誰も買わねえしとか言われて、あ、そうなんだと思って。そうだね、やっぱ今潤沢にあるのは、今その下に JJ フォックス、これこの間 JJ も言ったけど、先日 JJ フォックス、安倍さん、安倍和樹さんね。そう、 JJ でも JJ も在庫あんまなかったですよね。俺もこの間行った時 JJ フォックスにはなくて、やっぱまあ規模は違うけど、どの国にも俺みたいに並行輸入で頑張ってるね、あの正規代理店じゃなくて並行で頑張ってる人たちがいっぱいいて、そっちにはいっぱいあったけどね、あったけど、まあ商売の仕方としてやっぱ日本とロンドンとかだと基本的には違うから、俺も多分生き残り合戦としてはそれが多分まあそういう方向性に持ってかなきゃいけないんだろうけどさ、海外はさ、葉巻の値段は安いんだけど店に入れない。要は会員制、うちと一緒だね、会員制シガーバーで、店に入る年会費、皆さんの年会費で店を運営してたくさんの葉巻を仕入れて吸うときは安いのよ。これロンドンのまあまあ会員制のシガーバーに多い、ヨーロッパも多分そういうとこが多いんかなと思うけど、まあ、うちも多分最終形態としてはそういう風になっていくかなと思いますけどね。俺が最後までハマキ屋をやり続けたらだけどね、なかなかやっぱ難しいなと思ってきましたね。やっぱ高くなってきちゃったんで、すごい100人いったよ、久々にあげたのに。そう、俺元気にしてましたよ。相変わらず毎日ハマキばっかり吸ってね、そう、相変わらず俺の目の前はイソリンだし時間ってしか吸わねえで美味しいですすごいよね、飽きないよね、よく時間ってばっかり吸ってね、うん、浮気しないんだろう、うん、一途なん、結婚もしてない、結婚もしてない浮気どころは結婚もしてないすぐ返す方の電話も突っ込まないでください。だって安野くん、結構アップマンしか吸わないけどね。安野くんもコネワン、コネワン一つだ。俺昨日でもさ、安野くんがコネワンばっかりするからさ、俺もコネワンってどんなもんかなと思って吸ったけどさ、今コネワンで、箱9万だから1本いくら、
もう俺も葉巻の値段一本一本が追いついていかない。3600円にしては3600円、なんか3600円が安いとか思っちゃうよね思わなかった今一瞬俺も安いと思ったんだよな3600円、コネが6000円ぐらい、6500円、あれ、そうなんです。そう、竹永さん、葉巻の値段一本一本知らないんですかって。うちお会計は全部あちらで、はい、うちの女性軍に任しております、僕は。ここでも優秀、今日何しよっかな、このケトルさんもう飽きたな俺。何がいいか、なんかゴールデンウィーク最終日だし、いいやつってやるから。何つってやるから、アンバーか。アンバー。わあ。この間紳士にもらったあれ、イギリスで。ああ、もうひろゆきさんはまあ別にあれいいじゃないですか。うん、僕との関係性を良好に保てれば別にいくらでも吸えますよ。はい。重い言葉。ムカつくからビクトリアスってやろうかな。最終日にビクトリア行ってやる。でもみんなビクトリアいまいちな感じですか。じゃあうちもビクトリアス。あなた。いや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 。じゃあ私も。そのパターンもある。誰にしようか。いや、みんなに、みんなに聞こう。この焼けっぱちの竹中はですね、コイーバ、ビクトリア、アップマンのスーパーマグナム、トリニダのカシルダ、どれで行こう。フルトスーパーマグナム、生意気な。最近フルト見てないな。カシルダスーパーマグナム3秒入ったやつにしよう。誰も恋はビクトリアとは言わないんだね。さすがに。あと一人。カシルダ行こうか。そんな人気なの？カシルダめちゃくちゃうまいよ。あれ知ったっけ？うまいよね。もう覚えてる。もう。フンダドレスなんか好きでした。え？フンダドレスなんか好きでした。あのね、葉巻の質が違う。でもイソリンはそう言うと思う。なんか上質さが違うじゃん。あのうまさの方向性が違う。カシルダのうまさとフンダドレスのうまさって俺は方向性が違うと思うから。カシルダね。カシルダはね、日本では吸える葉巻じゃないですね。日本の国内定価安すぎるんです。最高の葉巻はもう日本には入ってこないです。なぜなら日本の定価と世界の相場感が全然合ってないからです。
しい。行くぜ。ほらうまいもん。超ご機嫌になるこれね。ご機嫌になるけど、この葉巻1本でスイッチ2台買えるよ。ね。スイッチ2台も買えちゃう。そんなバカな。ひろゆきさんまた俺をあげて。そんなことないよ。もっと持ってるとこあるって。俺が葉巻持ちすぎてるから、世の中俺のこと気に食わない人いっぱいで大変、もうめんどくさくなっちゃってね。大人ってやだねっつって、なんか葉巻ってみんな何のために吸ってますかって聞かれた時にさ、俺はストレスを感じないために吸ってるわけよ、こんな儲かんない仕事してさ。だけどもうめんどくせ、メンツとかなんかあるんだね大人は。俺はもう最高の葉巻が吸えてりゃそれでいいから。うまい。はあ、うまい。やっぱさ、高い葉巻といわゆるさっきのフンダドレスみたいに秀逸な葉巻、フンダドレスっていうのは、通常ラインの中で秀逸 でみんなに人気があって売れてない。カシルダとかは発売時からめちゃくちゃ高いから、キューバでこれ、24本入りで1箱7800ドルするから、こんな商売になんない、こんなの仕事にはなんないんですけど、やっぱ吸いたいよね。吸いたい。高い葉巻はもうほとんど俺用みたいなもんだね。いい葉巻が吸いたくてやってる仕事だからね。やっぱカシルだとコーヒーは合わないね。水ですね。水だね。じゃあ口の中が邪魔になる。俺常に言ってるけど、高い葉巻ってやっぱこれだけですんごい、なんていうのかな、満足感が高いから、別に何かに合わせる必要は俺はないと思うんですね。葉巻一本で完結できる。すごいな今日。何、みんなお暇でした？120人いったよ。いい葉巻はいいね。そう、ゴールデンウィーク中は何吸ってたかっていうと、結構ね、まあうちぐらい在庫があると、まあ、検品してると、まあ、虫に食われてたり、ダメージ食ってたり、いろいろ葉巻がたくさん出てくるから、それを一回かき集めて、それバーッか捨てたんで、そうね。なんか最近俺 Facebook 上げたり、インスタ上げたり、 YouTube 上げたりするとうるせえだよ、あっちゃこっちゃから。もうね、どっちとこっちがあっちゃこっちゃ俺にうるせえこと言ってるかは知ってるけどさ、もうめんどくせえなと思って、別に SNS 上げなくったって俺生きていけるしとか思ってやめてたけど、まあまあ最終日だし、葉巻吸いながら YouTube でも上げようかなと思って。あるよそれは当然。だってじゃあ、あとね、虫に食われてたというよりも買った段階ですでに食われてる場合もあるね。
だからここ最近俺ハマってんのはなんかね、葉巻もやっぱ酒と同じで売れてくると味落ちるんだよね。なんか例えば売れてる葉巻、俺最近モンテクリストあんま好きじゃなくて吸わないけど、俺が葉巻始めた頃ってモンテの4番ばっか吸ってた時期があるの。もうすごい前、20年ぐらい前かな。その頃モンテの4番って世界で一番売れてる葉巻って言われてて、その頃のモンテの4番って結構どっしり感あってうまかったんだけど、で、店でお客さんに出す時もこれが一番世界で一番売れてる葉巻ですみたいな、まあ、それだけクオリティ高いってことだよっていう説明で売ってたんだけど、なんか年々どんどん落ちてきて、なんかこうパワーがなくなってきたっていうか葉巻自体に。俺葉巻のこうニコチンとかの力強さっていうのが好きだから、それでモンテクリスト吸うのやめて、でもともとアップマン好きだったから、まあ、最近ずっとアップマンだったけど、アップマン歴が長いから15、6年かな。でも、ね、初めに吸うべき10の葉巻とかって昔あげたけどさ、その時にコネワンとかあげたけど、昨今コネワンなんか全然吸ってなかったからで何が言いたいかっていうと、売れてった葉巻って味落としていくんだよ。やっぱ大量生産足りない足りないってなってくるから、やっぱ巻かなきゃってなるから、その要は多分質が落ちてくるのね。酒も同じで、まあ最近うまくなったけど、シーバスリーガルとかジョニーウォーカーってめちゃくちゃ売れたから、一時期めちゃくちゃうまかったんだけど、やっぱ売れるとやっぱ下がってくるんだよね。どうしても供給が間に合わなくなってくるから、まあまあ薄めてんのかなんか混ぜてんのか知らねえけど、なんか昔の味と違ってくるんだよね。葉巻も多分俺同じことが起こると思ってて、やっぱみんなに人気の葉巻って俺定期的には吸わないんだけど、まあ売ってるばっかりでね、例えば D4 とか小岩のロブストとか、あとなんだろうな、コネワとかロバイナとかファモソスとかで吸わない。たまにね、検品するときにダメージ食ってたら、あ、ダメージ食ってんなと思ってたまに取り出して吸うぐらいだけどさ。で結構ね、最近やっぱ葉巻の値段が高くなってきたから、うちのマニアック系統のお客さんたちがマニアックな葉巻を俺に頼むわけ。例えば三類のレジオスとか、ファンロペの1番2番とか、あとはシュアシュプリームとかで、俺シュアシュプリームはそれほどじゃなかったんだけど、こないだ俺うわべえこれうまいと思って、最近ハマってんのは三類のレジオス、これむちゃくちゃうまい。大した高くないけどこんなうまいかと思って、こないだヨーロッパから来てたバイヤーがうちで、何でもいいから安い葉巻1本くれとか言うから、安い葉巻とか言うんじゃねえっつってね、でパイってやった出して、どうせお金は取れないからさまああの お互い様だから、俺が彼の店行った時も俺は別にお金払わないし、彼がうち来たって俺はお金もらう気はないから、まあ、それ世界中どこ行ってもそうだけどね、買い付ける葉巻のお金は払うけど、自分たちが吸う葉巻っていうのは基本的に葉巻代取られることはないないね。まあ、新規で初めて行った葉巻屋とかはまあでもここ最近自分が吸う葉巻を海外でお金払ったことないと思います。それがいいことかどうかは分からんけどね、なんか別にね、その後奥義になることが待ってるから。んでレジオス、これ最近うまいと思うんだけどと思ってさ、レジオス渡したら、これ何何の特別仕立てって言うから、いやお前葉巻屋だろと思ってレジオスだよって、レジオスがこんなに美味しいわけねえだろって言うからなんかしただろとか言うから、何もしてないしって言っていやこれレジオスって言って、レジオスなんかハバナなかったろって言うから、本当なかったんだよね。どこで買ったかって言うと、シエンフエンゴスで山になってて、そう見てるかどうか分かんないけど、その岐阜のうちの会員さんが、竹山さんレジオス買い付けてくださいって言うから、レジオスと思って、好きなんですって言うから、そしたらさ、案外大変で、レジオスとかさ売れ筋じゃないから幅があんまなくて、で俺地方都市行って探して、で
捕まえて、久々に見たレジをすると思って、でレジを使ってで遠くまで行ったからさ、その人は一箱だけ欲しかったんだけど、俺何箱も買ったの、もうガボッと。だってガソリン代使って、ガソリン不足のキューバでさ、ガソリン代使って遠くまで行ってで探してるわけだから、レジをもう何箱も買うじゃん。だから俺も一箱ぐらいうちで店で開けてみようかなと思って開けたらさ、レジをすうまーと思って、これめっちゃうまい。三塁レジオス、レジオス今いくら？うまい。それもうまいでしょ。全然うまいっす。それもちろんうまいっす。3,700円。やべえ、俺今自分でレジを3,700円もするのかと思っちゃった。あ、でもうまいよこれ、うん、あ、柏原さんおはようレジオスうまかったっすよね、これうまい。やっぱカシルダうまい。だからレジオスのうまさとカシルダのうまさまた違う、煙の柔らかさが違うから。カシルダ吸ったことある日本人なんか100人いないからね、多分いないだろうね。みんなも覚えよう、三塁レジオスうまいよ。今ミスタースペイサイドさん、ああ榊原さんか。これ重たいんだろうね、こんなに煙の深さが違う、絶対これうまい。あ高級な味しますね、やっぱり。そうだよね、どこまで行ってもたまらない。やっぱさ、綺麗だもん、はい、美しい。あ、高すぎるよね。で、まあまあ俺の YouTube っていつも懐かしいと思うと思いますけど、全然話があっちゃこっちゃ、あっちゃこっちゃいくんでね、なんか質問ある人は聞いて、うん、俺を戻してね。でまあまあもう今の時点でもキューバ産のハマキめちゃくちゃ高いけど、それでも日本に潤沢に入ってきてないじゃないですか。これもう間違いなく、まあ、日本が一番安いからなんですけど、そう、日本に入れるより海外で売った方が高く売れるからね。あと日本関税すげえ高いんで、やっぱヨーロッパのやつらと話したけど、その関税がやっぱ日本はこう免許持ってるライセンス持ちのやつとライセンス持ってないやつとのその税率の優遇幅が全然違う。ヨーロッパはすっごい安いみたいで、ヨーロッパは免許持ってないと、結構高いんだけど、免許持ってると 8% とか 10% とからしいの関税。日本はむちゃくちゃ高いから関税、ヨーロッパより全然日本の方が関税高いからね。そう、まあね、自分一人でキューバ行って帰ってきたりとか、ヨーロッパでちょろちょろって買ってきて帰ってくる分にはね、免税範囲内で通せばね、なんてことはないけどさ、まあ日本には高いハマキ入ってこなくなるだろうね。
もうグランリゼルバとかどうするだろうね。ね、吸っときゃよかったなと思ってる人もたくさんいると思いますけどね。うちもこの辺とかエスプレンディトス高くて、これがオヨのダブルコロナグランリゼルバフルボックス、めちゃくちゃあるけど、もうこれどうしたらいいか分かんないもん。どうすんのこれと思ってね。私が吸っちゃう。バカバカだな。なかったことです。全部いいんです。昔あれだよね、ヨーロッパでね、なんか80万ぐらいでさ、これ80万ぐらいだったよね。今もっと高いんだけど、これキューバで買った子だから、これは安かったんだけど、ヨーロッパで当時はヨーロッパの方が高くてキューバが安くて日本も安かったんだけど、80万ぐらいの時にさ、俺がクーって悩んでたら、ゆかさんが私が吸うから私が買うとかつってさ、自分のカードでさっさと会計してさ自分でそれでイソリとかでゆかさんハマキくださいって言ってたらみんなね、うちの常連みんなでゆかさんに頭下げにおよのダブルコロナグランリゼルバ吸ってみたいっすとかつってねしょうがねえなとか言われてね懐かしいね。あん時でも1本4万ぐらいだよね。あれが最後だね。最後だと思ったから買った。今だってオヨのダブルコロナグランリゼルバーとか多分1万2000ドルユーロとか、そう1万ドルとかユーに超えるね。あ、俺が羽田空港で払うタバコ税、あ、そうか、めちゃくちゃ払ってますよ、めちゃくちゃ現金で。俺でもね、なんか大人になった気がした。なんかこう税金ってさ、それできれば払いたくないけど、羽田でね、いや、あんなに税金払うとね、もうそう、まあ、いくらとは言えないけどさ、 YouTube で。まあ、あの年間で言うと何百万単位じゃないですよ、僕が払うタバコ税って。当然これで飯食ってるわけですから、まあそこまでですね。だそんだけ払ってるとさ、なんかすごい大人になったんだな俺と思ってね、税金たくさん払うと大人になった気がする。エスプレンディトスはね、今は日本定価はいくらですか。12,600円らしいですけど、日本国内定価そんな金額で買えないです。無理ですね。今エスプレンディトスキューバの国内定価が100、113.05 だから、まあ、1万5千ぐらいですよね。1万5、6千、うんうん、高っ。で、まあね、これはもう規定路線で決まった話ですけど、我が国はね、10月にまたありがたいこと、タバコ税が上がりますんで、また夏次にキューバの葉巻バカ上がりしますよ、はあ、とんでもねえですよね。今タバコ税って日本全国で2兆円ぐらいあるらしいですけど、で10月でね、また1割ぐらい上がるみたいな、2000億ぐらいですね。
10月で2000億もタバコ税徴収されるんですよ。ってことは2兆2000億になるってことだね。2兆2000億もさ、俺ら喫煙者は払ってるのにさ、なんでこんな肩身狭いのかと思わないね。あっちゃもこっちゃも禁煙でさ、俺西麻布に住んでるけど、六本木とか渋谷の喫煙所見るときにいつも思う。そう、だから今世の中はね、並行業者潰しなんです。だから僕ら並行業者を潰しに来てるんですね。さあ、でもね、俺分かってる。そもそもこんな儲かんない仕事をやってるやつなんか数少ないじゃん。竹中さん、キューバさんの葉巻たくさん持ってて、竹中さんって言われるけど、誰もやらねえ、こんな儲かんない仕事。儲かんねえもん、めちゃくちゃ。だから最近俺ね、キューバからコーラ運んでる。キューバのコーラ、キューバのコーラとキューバのビールが飲めるのは我がハバナベガスだけ。キューバのコーラめちゃくちゃまずい。キューバのコーラとカシルで合わせてみようかな。この野郎、キューバのコーラ日本のコーラより高いんだぜ。なんて、手持ちで70本、約400万円分持って帰りました。あ、70本、葉巻で70本で400万かと思った。ビビった。私もそうだと思った。カルバドスでしょ。そうね、高山さんは京都でカルバドスの専門店、カルバドスにお強いバーをやってらっしゃる先輩ですね。20年ぐらいやってらっしゃるんですかね、京都で。まだまだ、俺なんかまた9年目なのに苦境に陥ってます。まあでも俺の人生の目標は楽しいだから、金になんかなんなくていいんだよと思って。銀座にいる頃から、竹中もうこっちの方が儲かるとか、こうした方が絶対に頭いいと言われるけどさ、400万円分葉巻持って帰ってきたら、おそらく関税は200万ぐらいですね。タバコ税、タバコだったら。高いぜ財務省。もうちょっと、いや、もういいさ。タバコ税が高いのはもうしょうがないし、もうそこに文句言うことはない、俺は。うん、払いますよ。払います。だからね、もう少し、こう、僕らだけ特別扱いしてくれとは言わないけども、もう少しこう喫煙できるきちんとしたスペースっていうのを作ってもらえないもんすかね。2兆2000億もあるのにね。えあんなねえ、駅前にあるねえ、人から白い目で見られる喫煙所だけ作るのに2兆2000億もいらないでしょ。そもそもタバコ税って東海道新幹線通すために作られたのにね、知らない間に東海道新幹線はなんかボタンを押して入る喫煙所だけになっちゃってね。あ、おかしな話だよ。ほんとタバコ税で作ったんだよ新幹線。知ってた？知らないでしょ。東海道新幹線はタバコ税で作られたんですよ。新幹線通すためにタバコに税金かけましょうっつって、それが最初の方なのに、知らない間に電車の中でタバコ吸うのは悪だみたいになっちゃって、おーいってなるよね。じゃあ皆様から税収を取って作った、あ、じゃあクコーラ。あー、まずい。なんだろうな、これキューバで飲むとなんか多少マシだよね。なんかキューバで ペプシがありますけどって言われたら、キューバでペプシなんか飲むかと思って。これ200円ぐらいするかね。はい、あげる。
ありがとうございます。でからね、まあね、昔ね、新幹線でも葉巻吸えたけどね。最後まで残ったのは東海道線の、小玉かな、うんうん、そう、不思議に思ったでしょ。東北新幹線には喫煙室ないのに、東海道新幹線には喫煙ルームがある。俺、それが理由だと思うけど、東海道新幹線作るためにタバコ税でできたからね、その名残が残ってんだと思うな。なんか反対勢力、ちっちゃな反対勢力があるんじゃない、ちっちゃな、おーいっつって、おーいっつってる奴らがいるんで、多分おーいっつって、なんて言ったんだと、新幹線を通すためにタバコ税を取ったんじゃないのか、新幹線タバコが吸えなくなるってどういうことなんだって言ってるじいさんたちがいるんじゃねえかな。正しいよね。でもね、俺たち2兆2000億、俺たちみんなで2兆2000億払ってる。そのうち葉巻はどれぐらい税金払ってるか俺ちょっとわからないけれども、いっぱい払ってるのにね、みんなで。俺なんか毎日もう、俺なんだろう、自分で吸った葉巻の税金だけでもえらいことになって、家一軒どころの騒ぎじゃねえよ俺。まあでも俺はさ、まだ自分の店があるからね、自分の店でずっと吸ってりゃいいけどさ、そう、でも国防予算は大事さ、大事。もう日本人平和ボケしてるけどさ、もう最近心配になるもの。100年後200年後日本はなかったらどうしようと思って。でもなかってもね、俺たちは関係ねえっちゃ関係ねえけどさ、いねえし、もうその頃にはね。そういう問題かと言われれば、40回るとまたちょっと深いこと考えるようになるんだよね。そう、長く続いてきた日本の歴史が途中に途絶えるのかと。やられるときは一瞬だと思うからね、一瞬だよ多分。シルダの素晴らしいところっていうか、やっぱ俺がやっぱ僕の葉巻のレビューってめちゃくちゃ偏ってるから、あんまり人の参考にはならないんだけど、基本的にいい葉巻ってうまいなと思うのは、まあこれトリニダのカシルダじゃん、ちゃんとトリニダの味が真ん中に残ってる状態で、そのプラスアルファどこまで伸びるかってとこなんだけど、これね、しみじみとトリニダーって感じするんだよね。トリニダーって感じ、もうトリニダー吸ってるぜみたいな感じがするんだけど、こんな柔らかいみたいな。で、多分これもう自慢みたいになるかなるかもしれないけど、今見てきてくれてる127人の中でこのレベルの葉巻を吸ったことある人って多分1割2割だと思うんだよね。で、まずお金の問題の前に出会わないと思うし、俺も人生かけて葉巻探してるから、いろんな人に文句言われながら俺は一人で戦ってるからね。はい、最近は葉巻の値段も上がりすぎちゃって、俺んとこに電話かけてきて葉巻売ってくれっていうの外国人ばっかり。でも俺は必死で外国人には売らないぞって。妥協はしないんだ竹永は。妥協しないで頑張ってます。カシルダとエスメラルダはね、全然サイズ違うの。カシルダとエスメラルダじゃ倍ぐらい違うよ、サイズも太さも。いや、太さ倍もないな、
太さも同じくらいじゃないですか。ちょっと大きいです。カシラのちょっと一回り太いかな。うん、全然太い。長さは5センチぐらい長い。うん、長いです。カシルダ、エスメラルダとカシルダってどれが違うかな。倍違うと思う。倍違うわ。これエスメラルダ。カシ。あ、でもやっぱ5センチぐらいじゃない？ほら。エスメラルダ。これもいっぱいあります。誰も買わないけどね。うちも高い葉巻しかない。売りようがない。高くて扱いづらいわ。そうか、俺ここに用意しといたんだよ。これね、そう、俺どんどんあっちゃこっち行っちゃうから。作ってみたぜ、ヒュミドール。なんかね、こうなってる。バカみたいな青い箱。はい、これね。先行で流した人にはついてないですけどね。これこの中にね、俺のヒミドール入ってる。作ったった。と。ヒミドリ、きっちりしすぎてるこれ。これね、ここに加湿器つけてあるけど、本体の方にはついてないです。ほう、ラジエーターこうなった。これリージョナルばっかりだけど、こっちからの見た目がかっこいいよね。50個だけ作ったっす。我がハバナベガスのオリジナルヒミドール。今追加でとりあえず50個作ったけど、50個完売したから。早いですね。もう宣伝してもしょうがねえんだけどさ。まあ追加で作るかどうか悩んでるとこっすね。うちのヒミドール欲しい人いますか？まあでも追加で作るなら EC に載せるね、多分ね。もう俺の手から離れてさよならっつって、さよならっつって。でもこれもヨーロッパからの問い合わせも多くて、ヨーロッパにも流しました。だから日本で作った俺のヒミドールがヨーロッパでも売られてます。やったね。これちなみにハバナベガスシリアル付き50分の1です。これこれ、あら、これイソリン持ってく。これ12、50分の12。でもこれ系のヒミドールで、あんまり市販でいいやつ売ってないですよね。どうかな。
木製はもちろんたくさんありますけど。そうね、最近ヒュミドールの値段も高くなりすぎちゃってさ、なんかもうなんていうの、機能の割、機能性が上がったというよりもデザイン性が、あ、おばさん来た、おばさん早く取りに来たよ、うちのヒュミドールいっぱい持ってってね、おばさんの割り当ていっぱいあるからね。割り当てとかつリカさんのモバイルバッテリー出てくる。デンジャラスです。これモバイル。モバイル。はい。その長さで届かないよ、全然。移動して。移動すんの？ここに。俺、こっち、こっちから来てる。あ、こっち。どっちにしても届かない。あ、それを、それが伸びるのか。これで、これ、これいらなかった。Cタイプ。あ、それ、USB だけ？そう。はい、すげえ、なんか151とかになったよ。どうしたの？わお、どうした？俺のチャンネルどこ行っちゃったの、うん、みんなで。竹中さん、見せたらあげるの2ヶ月ぶりぐらいかな。そう、いいっすよ。なんか60分、とりあえず何の話聞きたいですか？とりあえずある程度喋ったような気がするけど150とか久々に行ったんじゃない？てか俺、久々に YouTube 上げるもんね。食べていいじゃん、寝てなかった。あ、そんなことない。この間カラオケが最後です。カラオケ、あ、岡崎のカラオケ、はい、あ、ちなみに僕今月は5月14日広島で初心者セミナーやります。バー石本さんですね。バー石本さんに行きます、ね、広島行きます。で、5月14日広島で5月15日からキューバス。忙しい、俺忙しいなおいっつって、14日に広島なのに、俺 G7 に出てその後キューバスね。あ、ずいぶん、あ、皿とかね、まだ吹っ飛んだバンバンです。国内定価をね、一個一個改定していっても、その要は今の葉巻の流れがどうなってるかっていうと、日本の法律にもう合ってなくて、なんかもう株みたいなもんでさ、株価がこう変動するじゃん、もう為替とかみたいな、葉巻も変動性みたいになっちゃって、まあ、売れてれば上がるし、売れてなかったら下がってくるし、でまた為替もこうすっごい上下して高くなってっちゃってるから、日本の法律上って申請してから登録されるまでに最低でも1月以上かかるんですけど、その1月以内に葉巻の値段動いちゃうから、グッてグーンってだからもう、はい、登録で4月1日からこの価格でやってくださいっていう頃にはもう入ってこないんだね。だからまあまあ仕事としてはね、その前に入れといて安く買っといてで値段上がったところで放出するっていう形かなになるんだと思うけど、キューバもね今どうなってるかっていうと、コイーバとトリニダだけ死ぬほどある。コイーバとトリニダ山積みっすね。高くて誰も買わないっすね。たまに中国の富裕層の方とかがガボって。ヒュミドール、あれヒュミドール見れますよ。今さっき見せてたけど、もう一回見る？俺のヒュミドール
これです。表面がね、表面ね、ちょっとそっち出して、はい、こうなってんだけど、ちょっと待ってよ、一回150までいったけど急に下がった。あ、普通の数に戻ってよかったです。101、それでもそうです。一瞬なんかどっかの人がそのこれイソジンのとこ行くやつだこれイソリンとこよ。なんか開けるか。これ50分の12。初期ロットだよ。なんでも知ってますね。初期ロット。これ初期ロットかっこいい。こっちと作り違う。これレプリカだから。ポン。これいらないでしょ。うん、いらない。この。プチプチ超かっこいいぜ。自分で作っといてなんだけど、かっこいい。これね、巻き詰めるじゃん。この空きがかっこいいと思うんだよ。俺バカだから細部にこだわってここゴールドにして、こっちもゴールド、うちのロゴ入りで、こここだわったんだけど、これねアクリルで作れる最熱い、すっごい熱いの。あ、やばい、シール取って、まあ重量感あるように作ったんだよ。これね、取り外すまで。くそ。あの気密性上げるのにきっちりきっちりいったから。この中取れるんですよ。だからこう上げてこうやってできる。おお、これ意外に大事なんね、中だけ外せること。これレプリカだからここ下の板がないんだよ。こっちない。これある。シガーバーさんとかで店やってる人とかだったらすごいかっこいいですね。どうかな。いくつかうちが下ろしてるところにはもう下ろしたけどね、みんな使ってんのかな。ダメだ、これ上げながらってダメだきっちりすぎるっすね。これそう、こう見ると分かるんだけど、ここに3つ入ってんのね。でこれね、満タンにするとかかしつになるから、これ3つに絞ったんすけど、で水入れて、ヒビドールってさ、いっぱいにしてこうやってやって水落ちるの待ってるのすげえめんどくせえから、ここに穴開けて、こっからシャーって出るように、シャーって入れすぎた水がシャーって出るように、シャーって、そうこれで、結構ヒュミドール屋さんってダビドフさんもそうだけど、みんなこればっかり買って、ラジエーター買って、ラジエーターが優秀だから、これね、だからヒュミドール買った人にこれ交換性になったんですよ。こればっか買う人がいるから、これがあればタッパーだけでもヒュミドールとして成り立つから。そう、だからうちはこれも個別で売ろうかなと思って。
まあ、あの、大体ヒビドールってさ、なんで交換するかっつったら、ここがカビるからだよね。水がカビちゃうから。まあ、俺は交換できるようにしようと思って。でも、これ面白いんだけど、ヨーロッパに売り込みに行ったら、ヨーロッパは、そもそも、ボベダがいいっていうの。ヨーロッパは。ヨーロッパの、まあ、バイヤーさんは、後期このアクリルだったらこれボベダにしろよって言うから、俺ボベダ好きじゃないんだけどっつったら、ヨーロッパはボベダだって言うから、分かったっつって、こう、こっちはね、これヨーロッパに流すやつはこれボベダ式、こっちは水式、これ俺が日本国内で回したやつ、こっちヨーロッパ回るやつ、こっちこれ、滋賀の国内工場でガンガン作りました。まあラジエーターも竹中は青くするけどね、当然。で、底板青いんで、どっから見ても青く見える。本当はクリアなんだけどね。これやっぱ葉巻ってさ、やっぱ木の氷見ドールって木、それはそれでいいけど、アクリルは香り移んないから、すげえいい。横から見ても、こっちから見ても。やっぱ俺、こっちからの見た目が好きなんだよね。なんかこうやって見たらさ、こうやってうんつって、この子とこの子は病脈まだバンバンだなみたいな、どんな感じなんだろうと思って、こうやって見て葉巻を選ぶ楽しみ。葉巻も長く吸ってくるとさ、なんかいらぬ楽しみが増えるよね。俺なんかバカみたいに吸いすぎてさ、もう訳が分かんなくなってきちゃったね。なんかこう葉巻はこう吸うべきだって思ってる人たちがやっぱ俺のアンチになるんだろうけどさ、葉巻はこう吸うべきだなんていう吸い方なんかねえし、ねえと思わない？俺の動画見てる人はまあまあ大体ね、こう素晴らしいなと思うんだけど、100人ぐらいいるとやっぱ多分ね 2,3 割アンチなんだよね。でもアンチの人の方が、うん、俺の動画ちゃんと見てる。なんで俺の言葉汁を抑えたいのか何したいのか知らないけど、そう、案外ね、うちのお客さんとかね、10分とか15分ぐらいしか見てないんだよね。かもしれないですね。俺のアンチの人ね、なんかしなきゃ2時間とかきっちり見てんね。5月16、17俺いないよ。5月16、17はゆかさんがいるから、ゆかさんの気分次第。今誰？小原さん。小原くんか。小原くん、ゆかさんに頼んで。ゆかさんか、かおりちゃん。うまい。やっとここでロブストぐらいになったけど、小原くんはあれだ、北海道の子だ。ああ、札幌の子だね。カニのやつだ。北海道ね、別に行ってもいいですけどね。俺ね、札幌ね、一昨年ぐらいまではね、年に何回も行ってたんですけど、行く理由がなくなったんですよ、俺、北海道に。もう定期的に北海道の俺、ばあちゃん家に、ばあちゃんに会いに行ってたんだけど、ばあちゃん死んじゃったんで。最後、病院行ったのが何年前かな ?2 年かな ?2 年。2年ぐらい経つかな。ばあちゃんの顔見に札幌に年間 4,5 回行ってたけどね、まだいとこも北海道にはいるんだけどね、母ちゃん北海道だから。
とこも何やってるかもどうかも分かんないしね、もうね。帯広ぐらいかな、帯広。伊藤くんいるけど、そうそう、伊藤くんも離婚問題に揺れてるからね。でも我が盟友の本間純也先輩がいるからね、すすきのには。本間さんの顔見に行きたいな。まあ、日本全国俺あっちゃこっちゃ行ってるようだけど、ほとんど仕事だからね。お仕事に行ってます。だから札幌ので俺を呼ぶ人がいればね、行くけどね。だこう札幌から俺お呼ばれされないんで今のところ。マキスエリオン日本人で吸うの難しくなってくるね、うん、行くよ、しばらくの札幌。セミナーね、まあ、札幌でシガーセミナーやるとしたら確実に本間さんのとこでやるだろうね。俺本間さんにお願いしに行かなきゃいけない。俺が最初にこの YouTube の動画のサムネ書いた時に喋ろうと思ってたことを今思い出したけどさ、77分も経って今更まあね、ヨーロッパとか、まあ、葉巻の商売やってる世界の友達たちと話してて思う、みんながやっぱもしかしたらこうあと何年葉巻ってキューバさんの葉巻って仕事になるかなっていう話をしてたんだけど、そのウイスキーとかワインとかはさ逃げ口いっぱいあって、安価なウイスキー安価なワインっていうのがあって高額ワインっていうのがあるけど、葉巻の場合、キューバさんの葉巻の場合はさ全体的に底上げされちゃって安いキューバさんの葉巻って存在しなくなってきちゃったから、だからなかなかねとっつきづらくなってきて、で値段もまだ止まってないしまだまだ上がる傾向にあるから、どこで止まるかもう全く分かんないけど、まあ、みんなと話してた、あと2年ぐらいかなとかっつって、ブルーメンあと何年葉巻やんのとかって言われて、俺50までは頑張ってやりたいんだよねっつって、50までかなと思って。そうだね、仕事ってやっぱ旬があるからね。ちなみにうちの親父、俺の父さんは岐阜で新聞屋やってんだけど、その新聞屋も、新聞屋さんってさ昔すげえ儲かったんですよね。儲かったらしいんだよね。で新聞屋の儲かる仕組みって、何で儲かってたかっていうと、まあ俺の YouTube 見てる人って大体35から50ぐらいの間の人たちが多いと思うから分かると思うけど、まあ田舎の新聞ってさ広告がすごい入ってたでしょ。スーパーの広告とかおもちゃ屋の広告とか、あれ全部広告がさ新聞屋さんに、宣伝費としていっぱい入れるんだよね。だから東京の人には分かんないと思うけど、我が岐阜県とかだと正月とかなるとさ広告50枚ぐらい入ったりするんだよ新聞に。新聞広告がね、そんな時代知ってる人地方の人いると思うんだよね。40ぐらいだったら40から50ぐらい、35でもいると思うけど、あの新聞広告50枚が新聞屋の収入なんだよね。で親父が新聞の配達屋やるときに俺に、お前バーテンダーやめて新聞屋になれって言って、で店主って言われて、でうちの親父中日新聞の販売店なんだけど、
俺の銀座の店まで中日新聞の人がなんか、アレナさん新聞やらないんですかみたいな、ボートバカ一台って誰だ。まあそれでね、まあまあ今やスマホが普及しちゃって新聞やって儲かんなくなったもんね、広告入んなくなっちゃったから。だから昔ほど新聞やってやりたいがある人いなくて、昔はすごい儲かったのにね。まあ、それと一緒で、まあ、葉巻屋もさ、やっぱ一番良かった時期から比べるともうよりもうめんどくさいしがらみだらけのだるい業界になってきちゃって、だるくなってきちゃった。そう、まあそもそも葉巻屋自体をやってるやつが少なかったけどね。変わったやつ多いでしょ。だから俺自分で言うのもなんだけど、日本全国のシガーバーとか行くけどみんな大体変わってんもん、まともな人いないもん、うん、あの変だとかじゃなくてね、なんかもうどっか頭のネジ飛んでる人じゃないとね、シガーバーとかやんないっすよね。やんない。シガーバーをやるってことは、これ同時に煙が嫌いな人をお客さんとして排除してるからね。シガーバーにカクテル飲みたい人とか行かない、行かない。シガーバーとか女の人とかほとんど来ない。来たとしてもお客さんの奥さんとか。お客さんのお嬢さんとか。そんなんばっかりだね。まあそれがいいんだけどね。くだらない飲み屋の姉ちゃんとか相手しなくていいから俺はすげえ好きだけどね。もう飲み屋の姉ちゃんとか対応するのすんげえ嫌だ、めちゃくちゃ嫌い。もうあの長く銀座で勤めてたから飲み屋の姉ちゃんの思考回路がどうなってるかなんとなくわかるから、イライラしてくるからね。もうイライラしてる、この野郎とか思っちゃう。西麻布で商売やってるのに、俺西麻布なんかそんな姉ちゃんしかいないのに、もう道端歩いてバーってこう坂登ってったらそんな姉ちゃんで、もううわーって。西麻布ってすごくて、俺ん家の前六本木通りっていう渋谷と六本木をつないでる道があるんだけど、246っていう246号線、この道に今はもう12時ぐらいかな、12時ぐらいになると、シガーラウン、あ、じゃあ、ガールズラウンジって言って、なんかなんだろうな、お店に働いてるのも素人だっていうテイの、まあ、あのキャバクラとクラブのあいの子みたいな店がいっぱいあるんだけど、それの迎えのハイエースとかオデッセイとかね、すっごい車でむちゃくちゃになるんですよ。俺あんまり外出ないからあれだけど、もうたまにちょっとお客さんタクシーのお見送りとか行くとさ、むちゃくちゃ、おらーっつって送りの車が、もうなんだここはみたいなってなる。でもあんだけ店があるってことは、あんだけお客さんがいるってことだからさ、すごいよね。だってあれだもんね、うち俺店オープンした時はさ、そのガールズラウンジさんから葉巻売ってくださいってよく電話かかってきたけど、最近葉巻高くなりすぎちゃってガールズラウンジから電話かかってこなかった。まあ俺も売ら、もう今や売らないけどね、今や売らないけどさ、あんなに電話かかってきてたら、もう最近はもうどこの国の人かわからない人たちからいっぱい電話。俺も YouTube の公言するけど、俺も外国の人に葉巻売る気ないから、俺が世界中から必死で集めてきて日本に持ち込んでるのに、なんでもう一回海外出さなきゃいけない。たとえそれが儲かったとしても俺はそれはやりたくないですね。事業規模を上げるつもりもないし、俺は店をでかくしたいとも思わないし、もう店なんかでかくすればでかくする分だけめんどくせえんだから、ね、もうあんた自分が生きていけるだけの小銭が稼げればそれでいいのさね、そうじゃない。もうだってうちに来るさスーパー金持ちの人たちさ大変そうだもん。であの人たちは大変だと思ってないから金持ちなんだけどね、お金持ちになる
もう生まれながらに決まってるね。めんどくさいと思ってないもん、あれ。あれが楽しいんだろうね。名刺の肩書きとか気にしてるやつらは絶対金持ちにはなんないから。気にしてる視点とかが全然違う。もうこの人お金持ちになるなって分かるもん俺。もう金持ちがこのなんていうの、背負ってるオーラとか性格とかってやっぱあるよね。まあ何しても前の人たちは金持ちになるさ。こけようが滑ろうが何しようが金持ちになるのさ。そう、でもあの人たちの生き方は俺にはできねえから。でもやっぱ金がいくらあったって楽しくなかったら楽しくないからね。まあでもお金ない人たちからするとまたちょっとそれはね、また違う視点になってくるかもしれないけど。あ、まあね、今がちょうどいいさ。俺は吸えるし、ハマキ。俺の人生目標、ハマキ吸ってたいからね。いつまで吸えるだろうね。でもいつまで、まあ、竹中さんは最悪ルートがあるから個人で吸う分には一緒。じゃあ俺いつ日本から出なきゃいけないかなと思って、うん、そうだから日本自体がさ、やっぱ吸える場所がなくなってきて禁煙になったら、俺なんかもう最近ほんとこうやって考え込む時、なんかタバコと葉巻が禁止になって、なんかタイマーが良くなっちゃったりとかして。日本はあるんですかね。なるよ。だってもうみんな、だって日本中の金持ち大麻ビジネスに金突っ込んでるもん。あんだけ金突っ込んでったらいつか解禁になるさ。でアメリカ解禁視察されてるから、まあ、日本生き残っていくにはアメリカに追従していくかないしかないからね。大麻の関税 50% とかでしたら別にタバコいらないんで、ね、うん、でもタバコってさ、ある種庶民の楽しみであるから、ワンカップ酒とタバコって一緒じゃないね。やっぱ俺酒の仕事してきたから長く、いやその安い酒って飲みたくないよね。飲みたくないんですよ。なんか楽しそうだなと思うよ。なんかレモンチューハイとかさ、ライムチューハイとか、柏倉さんとかがさ、なんかええって言いながらさ飲んでる酒とか楽しそうだけど、楽しそうだけどさね、俺ぶっちゃけ酒と葉巻だったらどっちが体に悪いかって言ったら絶対酒の方が体に悪いと思うんだよね。間違いない。酔うし記憶なくなるし、ね、でも葉巻ちょっと値段止まんないかなマジで、ね、高い葉巻があってもいいと思うんだよ。1本10万とか20万の葉巻があってもいいと思うけど、普段吸いの葉巻残してほしいよね。普段吸いの葉巻、例えばこの間あった話だけど、パンチから出たショートデパンチ、これキューバ価格は安いんだけど日本価格4400円もするのね、ショートデパンチって。いやいやいやってなるでしょ。いやいやいや、せっかくキューバが安価で出してるんだからさ、安価で売ろうよと。キンテロだってさ、俺キンテロをはまあそれはそれでいいと思うさ。キューバ国内で筋トレってむちゃくちゃ安いんだよね、え本当に。なのに日本ってさ筋トレも安いけど、キューバの価格と日本の価格合ってないもん。安いはまきで安いはまきで安く売りゃいいのにね。だから要は全体の底上げをしてってるんだね。だから客層というかターゲット層を上に絞ってるからさ。でも日本ってそんな世界に比べて金持ちの層って厚くないから、厚くないんだよ。日本も金持ちいっぱいいるように見えてそうでもないからさ。で酒も葉巻も同じだけど、高い葉巻に手つけるのは金持ちじゃねえ、好きで好きでたまらない人ですよ。
高い葉巻釣ってみたいってお金握りしめてくる人っていうのは基本的にはめちゃくちゃ金持ってる人じゃないもん。葉巻もそうだし酒も一緒、高い酒欲しがる人って飲んでみたいって人はそのお金持ちじゃなかった。銀座の時もね、お金持ちの人ってね自分のランクに合った酒飲んだり自分にランクに合った葉巻するんだよね。だから別にどっちでもない、むちゃくちゃ。でも最近世界から来る人たちは、俺のとこに連絡来る人はアホみたいに金持ってる。なああんな金あるんだろうね、アホみたいに持ってるよ多分。3本売ってくださいとか言われる。何ですか？ビクトリアとか本当は買い占めたいんだよ。だけど俺が嫌だって言う。ダメだって言って。俺外国人のハムキ売りたくないって言って。すんごい偉い人がすんごい丁寧にさ、なんとか3本譲っていただけませんかとかって。あんなに丁寧に言われたらさ、まあ3本ならみたいな。でも本当にハマキ好きなんでしょうね。好きなんだろうね。うわでまあ10月に関税が上がって、まあ1割2000億程度上がって、で12月に9番の葉巻また値段上がるから、もう俺も読み切れない、どこまで行くんだろうと思って。で4月1日でね、この間日本の葉巻の価格上がったけど、あの時にもう決まったものよ。日本が一番世界で安いんだもん。入ってくるわけね、入ってくるわけね。本当にだから安く設定されたから嫌だっつってるわけじゃなくてさ、なんかもう根本の話だよね。もうちょっとなんとかなんないもんかねみたいな。でまあそもそもね、みんなこれだけは言えるよ、世界で日本だけなんだよ庶民が葉巻が吸える国は。ヨーロッパで庶民葉巻吸ってる人がいないからね。もう理由はただ一つ、吸える場所がないから。葉巻自体の値段が高いとか安いとかじゃなくて、葉巻が吸う場に庶民が入れないんだ。庶民が入れない。日本はどこだって吸えるし、例えば大学生だって葉巻吸えるから日本は最高なんだよ。葉巻吸うのには最高の環境だけど、葉巻が入ってこないんだよ。うまい。根本的に鳥だってあんま好きじゃないけど、根本的にはね、まあ普段ついて吸わないからさ。でもカシルダはやべえわ、やべえっすわ、うめえっす。この葉巻が1万円ぐらいだったらさめちゃくちゃいいね。まあ俺ももうまあ20年葉巻やってきたから、20年以上安価な葉巻が1500円ぐらいで、普段釣りがね、で、まあ、高い週に1、2本1万円1万5000円ぐらいの葉巻がちょうどレベルとしてはいいよね、日本のまあ給料体系からすると。今そんなもんじゃないもんね。普段釣りの葉巻が3500円とか、多分俺は年末までに5000円いくと思ってるから。今なんか日本でよく売れてるのは、うちもすごい勢いで売れるけど、ラルネガのペティコロナ、俺がすげえうまいって言ってるからさ、ペティコロナって唯一ラルネガのペティコロナが一番うまいと思うから、あれはうまい。でも多分ぐんぐん上がってってるから、ぐんぐんなるっていうぐらい。今だからもうコイーバーに火つけてるだけですげえって言われる多分ね。コイーバーなんか葉巻の代名詞みたいな葉巻だったのにね。
今エスプレンディード吸おうと思ったらまずエスプレンディード探すとこから始まるから、うん、ありませんみたいなエスプレンディード吸って今から始めた人は憧れのハマキになってたんですね。でもエスプレンディドスなんてさ、ハマキの価格のこうヒエラルキーから言うと1から10までで言うとエスプレンディドスの入手難易度4ってとこだもんでしょ。4だよ、5も言ってない。だその上にベイケとかさ、リゼルバ、グランリゼルバ、あとはリミターだとかいっぱいあるわけじゃん。でブックがあってでアンティが、うん、でとんでもねえ子たちが山ほど山積みでさ、とりあえず俺ハマキ屋として二十数年やってきて、ハマキ屋としては9年だけど、ハマキ専門でやってきて20年は経ったけどさ、やっぱ見たことなかったハマキたちにたくさん出会って、まあ、景色が広がったくてけど、知らなくてよかったことは知らなくてよかったなと思う時もある。いいハマキ、例えばうますぎるもん食べるとさ、やっぱりこうね、なんかなみたいな思う時あるもんね。あんな昔シャトレーゼのシュークリームであんなに幸せ感じれたのにみたいなね。まあ最近は違う角度でスタンダードのハマキとかするから面白いけどね。今ダブルコロナ系とかも全然手に入んないもんね。うちも大湯のダブルコロナ、ルシタニアス、ジガンテス、うん、この中では、まあ、俺やっぱりどうしても頑張っても大湯のダブルコロナが一番好きだけど、ジガンテスもうまいけどね。この間でも俺持ってきた箱のジガンテスうまかったね。今吸ってるやつか、あ今は違うか。今見てる人とかだと何が吸いたいですか、何探してます、どんなハマキが吸ってみたいとかありますか。そうね、すごい今日長いね俺 YouTube ね。久々に喋ってるからめちゃくちゃ喋ってるね。これといって内容はないけどね。これから125人ホイーバースプレンディトス、あ、ね、いいシガーですよね、スプレンディトス。この前あの方お土産で持ってきてました。そうだね、アリアドス、アリアドスもむちゃくちゃな値上がり方したね、アリアドスね。アリアドスはね、俺も田中太郎さん、コネビ、田中太郎さんうちに吸いに来ればいいじゃん、あるよコネビあるある。アリアドスな、あれ去年年末までは1000ドルぐらいだったけど、今3000ドルぐらいまでいってるよ、3倍。ああ、あれですか。そう、アリアドス、ああ、アリアドス、俺の一番はこいつです。サーウィンストングランリゼロ。
レイナルドは最高にうまいよ、やっぱ腕は。そう、もうこの数年と思うけど、レイナルドと仲良くてよかったなと思って。運だからね、運、運だよ。気づいたらレイナルドと一番仲いいの俺だったっていうね。ね、この話はまあすごいとしか言えないです。やっぱレイ腕がいい、腕だよ腕。カクテルも同じだけどさ、同じ材料使ってもレイナルドが作ったやつと違うもんよ。最近キューバのコンデデビジャヌエバっていうホテルの、もともとレイナルドはコンデデビジャヌエバっていうホテルにの専属トルセドールだったんだけど、まあ、ホテルが空いてないからレイナルドカンクンにいて、カンクンでいるんだけど、定期的にキューバに戻って俺の葉巻巻いてくれてんだけどさ、今コンデに新しいトルセドール入って、コンデの広報の友達がいて、まあ、ホテルの宣伝してるね、で後期新しいトルセドール入ったからちょっと葉巻吸ってみて、いいか悪いかちゃんと言ってくれみたいな、うん、おベンチャラいらないからっつって、だから俺はうまいとは思わないっつってトルセドール歴15年って言ってたけど、パルタガス工場で15年働いてコンデに来たんだって。で、まあ、俺もさ、まあ、新しいトルセドールの出会いとかってまあ楽しいし、でいろいろ巻いてくれるから巻いてもらってキューバで吸ってみたけど、やっぱ違うよね。たくさんいるトルセドールの中で、レイナルドみたいにキューバで巻いてる人いっぱいいるんだけど、やっぱレイが俺は一番うまいと思う。一番有名なのはクエトとかヨランダとかだけど、まあ、レイの、まあ、人間性も好きだね。レイナルドと回る西日本の旅、俺の車の中で葉巻何本吸ったか。あんなケムケムの車ないって。ルパンみたいなやつ。だって4人でさ、俺も運転しながら吸ってるし、もうゆかさんも助手席で吸ってるし、後ろでのペサードとレイがさバカバカ吸うからさ、もうケムケム、窓全開で、窓全開で100キロ以上で出してるとさ、もうブフワ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 ってなる。全員取って吸ってるからさ、モーニングシガーだとかつって。はあ、これどこまでいってもうまいよカシルダは。最後の最後まで、うん、なん全然辛くなんない。だからゴールデンウィークの締めにカシルダが据えてというか、ね、皆さんがカシルダがいいって言うからカシルダにしたけどね。さて俺の動画どうやって閉じようか、うん、あとはなんかこうあれですかね、皆さんの話でも掘り下げていこうか、なんかないですかね皆さん。次俺キューバ何回目になるんだろうね。次が15日から5月15日、わ5月15日って何かの日だな、何かの日だなと思ってたけど、前の神さんの誕生日だ。分かんないそうで何の日だろうと思ったの。エスプレンディトス人気なんですね。エスプレンディトスね、うち何箱あると、4箱あると思う。3箱かな、うん、ね。でも管理が甘いところですると美味しくないですよ。いや管理の問題じゃないと思う、最初の入りの問題だと思う。だから当然葉巻の管理も大事だけど、どっから買ったかなんだよ。ハマキはやっぱり、こんだけやってきて思うけど、こ
体差がありすぎるから、うまい箱とまずい箱の差が激しいじゃん。なるだけいい工場で巻いたいい葉巻がいいわけだけど、それを見極めてそれを買い付ける、やっぱ目利きだね。魚と同じ、築地の魚と同じだから、買う時にその葉巻がいい葉巻かどうかを見極めて買わないと、やっぱ箱によって外れの箱とか山ほどあるから、その見極めがやっぱり商売としてはここっていう。うちの子はもう全部俺が見てるからね、こんねやらって、まずい葉巻つかまされたらクソ文句言うもん俺ってあれっつって、うまい。まあでもカシルダレベルになるとまずい葉巻とかないけどね、多分箱全部最高の状態で検品してると思うから、めちゃくちゃうまいカシルダ。俺の中で許せなかったのはスーパーマグナムぐらいだからね。価格と見合ってない。見合ってない。だけど次のロットに入ったから、うん、そう、この間柳屋で1本吸ったけど、最初の1本より次のロットのスーパーマグナムの方が多少良かったと思うな。多少ね。もう100分過ぎたんで、何かご質問のある方、何か僕に聞きたいことと、何かこんな話してほしいとかあればそれ待ちます。しかし飽きないな。ウォークインフィドールを作ろうと考えているのですが、クーラーボックスジップロック管理と比べてメリットはありますでしょうか。ない一瞬で終わった、うん、クーラージップロック管理が一番いいよ。だけど、大前提としてジップロックに入れる前の葉巻の状態が良くないといけないから、そのために1台カーフィミドールは必要だと思うけどね。ウォークインはリスクがたくさんある、ね、やっぱカビる可能、カビることもあるし、やっぱ一回ばらした葉巻ってどうしても下がっていく一方だからね。フルボックスで密閉管理だったらまあ多少持つけど、やっぱり箱ばらしちゃうとどうしても葉巻って下がっていっちゃうから、ウォークインに入れるのってまあ人に見せるならいいけどさ、ね、結局ウォークインでも多分アメリカから輸入したでかいジップロックに入れて、でそのまま置くことになるからね。でちょっと待ってね、一個ずつ答えていこう。せっかく皆さんがね僕に、待ってよ。俺とキューバに行きたい杉本さん、いつでもどうぞ。僕は5月15日から行くんで、5月15日からの航空券を取れば僕と一緒に行けますよで次が、初心者が葉巻を始めるにはいくらかかりますか。一人暮らしです。大学の時に行きで吸ってましたけど、まあ別に
どれぐらいの感覚で吸いたいかだよね。いわゆる、まあ、僕の基準では葉巻吸いは基本1日1本は吸ってなきゃいけないから、でまあ最初から管理でもいいけど、だっても最低ラインってことだよね。ジップロックボベダ管理ってことだよね、多分ね、が一番安いよね。うん、一番安くて一番安パイというか10万ぐらいじゃない。ああ、葉巻も含めて。そう、葉巻ってね、バラで買っちゃいけないんだよ、あんまり。バラバラで買うとやっぱ葉巻の本来のうまさは分かんないから、葉巻はまあ行きつけのシガーバーとかいろんなところで数本吸ってみて、気に入った葉巻があったらそれをフルボックスで買うとこからスタートだと思うんだよね。葉巻の一番の楽しみはその気に入った葉巻をフルボックスで買って、このフルボックスの中で、良し悪しがあるから、それを楽しみ始めたら、まあ、葉巻楽しんでるなってことになるんじゃねえかなと俺は思うけど、だから今だから例えば安野くんの好きなコネワンをフルボックスで買うと9万でしょ。だからまあ、10万、最低でも好きな葉巻がどれかによるけどな、フルボックスで買うとこからスタートだね。でも最近は10本箱とかね、12本箱とかあるから多少はね入りやすくなったけど、まあでも俺は25本ボックスから買うのが一番いいと思うから、できれば最初に買う箱は、俺は何がいいかな、レジオスね旬の三塁レジオスから、はい、うまい。でも3700円ってことは箱でいくらになる。9万超えるか。最近ケドルセもなちょっと落ちてきたし、まあでも葉巻始めるだけだったら別に1本買って1本吸えばいい、そっから始まるからね。まあお住まいの地域の一番近いシガーバーに顔出して、まあ 2,3 本吸うとこからじゃないですか。うちの店もどうしたらいいかわかんないしね。9万だね。そういう時に確かにシガーバーって便利ですね、一個一個。あれで首ちょんぱされるんですよ、買った時。でもあのシガーバーの基本的に全部がそうだとは言わないけど、基本的に初心者に対して優しい店と塩対応の店と分かれるから、葉巻愛が強すぎる人の店に行けば行くほど塩対応が多いと思う。葉巻愛が強いとね。そう、あれは裏返しなんだね。だからその壁を破ればめちゃくちゃいいと思うんだけど、塩対応の店ってさ最初感じ悪いけどね、破ると超いいよね。だからやっぱ破んないといけないね、壁を。あ、でも大場さんか千葉くんのとこだったら優しく。まあそうね。でも大場さんも千葉くんもさ、はい、まあそうね、いいかな、入りとしてはね。大場さんっていうのは神奈川の橋本で、なんだっけ、カサドールってシガーバーやってる人と、あとは鎌倉で、エルフマドールってやってる。大船鎌倉する。関東だったらね。
ハマケン難しいよね。最初の一本まずいともうダメだもんね。俺もこの間西日本ぐるっと回ったけど、血が死んでる店は死んでるからね。死んでんなってなるよね。ああまあでも幸せだね、ハマキ吸えるのはね。俺はもう断然酒よりハマキを勧めるけどね。西麻布までループで30分。うちな、うちの店完全会員制だからな。我がハバナベガスは完全会員制なんですよ。まあでもな、もうずいぶん新規会員募集してないね。どれぐらいしてないかな、うち最後に入れたのがもう1年ぐらい前、12月だね。ほうさん宣伝ありがとうございますうちも会員、まあ募集してもいいけどな。でもな、うちの店最初に来る店じゃないからな、はい、ね、これはうちの店か、いきなりうちの店からスタートするとあれだからね。もう初心者講習会やってるけど全員うちの会員にはしないからね。俺もうぐるっと回ってそれでもうちの会員になりたかったらみたいな、もう一回言ってきてって言って、誰も俺に言ってきた人はいないからね誰一人。この間岡崎で一人だけ最後まで食いついてきた子いたけど、うん、あの子はそのうち会員になるんじゃないかな柏倉さんと丸一日過ごしてたうちの会員になりたい人ってどれぐらいいます？今見てる人で。別に面白おかしく見てるだけの人が多いでしょ多分。うちの会員になるにはうちの既存の会員の人と仲良くなってその人から紹介してもらうのが一番早いルートだけどね。でもあんま紹介してないですね皆さん。そう、みんな俺のことよくわかってるからねそれ好き嫌い激しいさ、すっごくね。もう俺が嫌いな人はもう最初からもうダメだもんね。ダメだってなる。一回会員してもあダメだなと思ったらその会費返すもん、うん、やっぱり来ないでとか言っちゃうからねそうなんだな、俺って幸せだね。好きに生きて多分好きに死んでいくんだよ。そのうち考えようかな、もう一回新規会員、うん、でも今なかなかハードル高いよ。やっぱ葉巻の値段も高くなってきたしね。日本もそのうちそうなるだろうけど、シガーバーがやっぱ会員制になってきて、やっぱ葉巻の価格っていうのが吸って120分経ってないぐらいじゃない、100分ぐらいじゃないこれ。イソリンもだってほぼ同時につけたけどね。やっぱそれ太いから長いよね。美味しいんでゆっくり吸いたいですねイソリンが一番人生楽しんでるね独身だけど独身だからです。
走るだろうね。なくなったら棺桶に葉巻入れません。そんなもったいないことしない。俺が死んだらうちの会員全員でうちの俺の葉巻みんなで吸ってくれればいいね。その頃俺が死ぬ頃に俺どれぐらい葉巻持ってるだろうね。今総ストックで2万5000ぐらいあると思うんだよね。ある。ために貯めてあるからね。で今俺葉巻屋やめて初心者だとやっぱりコネスールさんじゃない一番入りやすくてね。コネスールさん、コネスールさんが渋谷か丸の内が一番入りやすいかな。そうですね、うん、渋谷か丸の内どっちか。あ、まああとはシガークラブさん行くか。いくらの、はい、あ、行く。あと恵比寿にウェスティン、はい、ウェスティンまだある。最近ちょっと伺ってないですけども、俺もずいぶん行ってないけど、俺入れてもらえないかもしれない。そのやっぱコネスールさんがいいんじゃないかな。北海道の本間さんの店紹介してくださいってあれですよ、北海道すすきののボーバーさんです。ボーバー、まああの北の変態って言われてますけどね。本間さんの店まあ決して安くはないからね、いい店だ。あの安くないっていうのはそのいい酒ばっかり置いてあるから、あそこは酒飲みに行く店だね。俺もやっぱもうウイスキー飲まなくなってひた久しいけど、札幌行ったらボーバーでやっぱウイスキー飲むもんね。俺結構飲むからな。元々銀座の方なんですか。違う。あ、違うんですか、ね、札幌。あの人もまあまあ北の変態だね。本間さんとか葉巻置いてるかどうか分かんないな、最近行ってないから。まあまあ本間さんと俺の話すると思う、とりあえず盛り上がるとは思うよ。俺あの人好きだからな。現行のウイスキーでおすすめはラガブーリン一択のみです。ラガブーリンの16年、それ以外飲んでないっす。もう酒飲んでないからな俺。飲むことないね。こないだ岡崎でなんかめちゃくちゃ飲んだけど、でもスコッチ飲むならバーボンの方がまだマシかも、値段的に言うと。昔と大差なく味そんなに変わってない気がする。スコッチはまあ俺らの世代は良き時代を過ごしちゃったから、うまかったウイスキーを知りすぎてるからさ、なかなか難しい部分はあるけどね。
そんな感じかな。112人も見てくれてありがたいですけどね。112人も見てくれてるから切りづらくなっちゃって、まだまだ喋ろうか。大人気っすね。いや、青いおじさんね。玉木しか吸ってない。竹中さん、よくも悪くも人気になりすぎました。ほぼ悪くだね。目立ちすぎた。まあいいさ。いいさ。自分で選んで自分でこの位置にいるからね。なんか人に言われてここにいるわけじゃないからさ。まあいいんじゃないかなとは思うけどね。自分で自分の人生生きづらくさせてるから、俺はね。分かってるもん。分かってる。頭の中が古いんだろうね、俺ね。分かんないけど。まあ、とにかく分かってるのは、今日も葉巻が吸えて幸せだってことだけですね。この一本を吸うために積み上げてきた人生だから、なんかこう葉巻を吸うときに噛み締めるものが違う。なぜなら自分で探して自分で買い付けてきたことだから。申し訳ないけど、皆さんとは葉巻を吸う時の気持ちが違う。だって俺が見つけたの、俺が探して、探してみいかしるだろ。見つけた瞬間にまずうわーってなって、その後値段見て倒れそうになって、日本で関税払ってうわーってバフってなるよ。そこを乗り越えて吸う一本のカシルダはすごい。だけど仕事にはならん。電卓ですか？うん、お湯がここにあります。お、群馬おはよう。店移転おめでとう。やっとお家が建ったみたいだね。そう、いやー、あチャンネル、群馬チャンネルってことは群馬も YouTube 始めてるってことかね。群馬くんは和歌山県新宮のシガーバー、バー BGM だっけ、間違ってたらごめんね。いい店だね。玉木セミナーね。和歌山も行かないと。和歌山新宮ってすごくてさ、高速降りてすぐなんか世界遺産だらけ。ああ、大阪の下から和歌山多いっすもんね。すんごい。新宮ってさ、めちゃくちゃ行きづらい。めちゃくちゃ行きづらい。遠いもん。なんかもう広島より気分的には遠い。気分的にはね。一番新宮に早く行くには、おそらく関空まで飛んで、関空から山道抜けてくるのが一番早いのかな。金井くんまくん
名古屋から車より多分関空から車の方が近いよね。近い感じですね。多分サービスエリアに海亀に海亀のいるサービスエリアって書いてある行ったらコロナで閉まってたキューバの主要産業は砂糖のはずだけどね。砂糖も今作んなくなっちゃって、もう間違いなく葉巻になっちゃったんじゃないでしょうか。ダントツの1位葉巻。キューバに葉巻がなかったらえらいことになってたと思う。ここまで戦えなかった。羽田から白浜空港で、そこから2時間車で。白浜空港。白浜空港。和歌山。でも俺群馬のとこから関空までかなり早かったイメージなんだよな。2時間かかったかな。まあでも住んでる人が言うんだからそれで正しいんだろうね。白浜空港ね。白浜空港。今度和歌山をこう新宮からこう海沿い走ってみたいな。和歌山ね、行ったことない県とかある？たくさん怒ります僕だから全然余裕ってない。俺多分ないと思うな。全部行ったと思う。あ、白浜まで1時間なのか。あ、そういうことね。羽田から白浜、白浜新宮がで2時間ってこと。あー、じゃあそれが一番近いね。じゃ あ, 今度行くときはそれで、はい、白浜まで迎えに来てね俺を。おはようございます。すごい、おはようございますって言われるだけでさ、俺のチャンネル見ていった人なんだなってわかるよねこんにちはっていう人は、あ、最近みたいな感じだねもちろんと。頼むよ、くんまくん。この時間で100人切らないですね。見てるね、みんなね。でも今5月でしょ。6、7、8、9、10、11、12、一番安いキューバ産ハマキ5000円時代まであと6ヶ月だと思って、もうほんとやめてほしい。なんとかなんないかね。ほんとさっきも言ったけど、高すぎる葉巻が高すぎるのはさ、もういいけどさ、もうちょっとな、デイリーシガーの葉巻の値段下げてほしい、ちょっとみたいな。ちょっと数字で見せられるとへこみますね。へこむ。シガーバーとかに行ってねでさ、こう、まあこれバーで働いてたけど、シャンパンが一番嫌いで、利益率が一番悪いから。ああ、で利益率が一番悪いから嫌いなんじゃなくて、儲かってもいないのにお客さんが払った感が出るじゃん。それってもう俺申し訳ない気持ちにもなるの。お客さんにたくさんお金もらってるのに俺が儲かってないわけじゃん。店が儲かってないでしょ。それってなんかこうみんなで無理してる感じがするからさ、シャンパン売る時にね。だから俺シャンパン売るのやめたし、シャンパン嫌だなと思ってたけど、葉巻もさ、こんだけ葉巻の値段上がってくると、俺もお客さんからもらうお金大きくなるけど、俺が抜けてるお金って全然ないから、なんかもう何みたいな。何で、俺酒捨てちゃってるから、普通のまあバーとかで葉巻売ってる店っていうのは基本的にさ、酒の利益で持ってるわけだからやれるけど、俺葉巻の利益だけでやってるからマジきっつい。マジきっついけど、そうね、
もうちょっと妥協点はたくさんあるんだけどさ、妥協して生きるぐらいならもうやめてやりたいもんね。やめたりたいもん。そうね、群馬くん、そうだね。俺はもう昔から変わらないね。人間ってなかなか変わんないからね。だからよっぽどのことが起きない限り、よっぽどのことが起きても俺は変われないと思うけどさ、たくさんもう業界内にたくさん敵を作りながらこうまっすぐ道歩いてるみたいな。竹中君そこは避けた方がいいよってとこもそのまままっすぐ行くからね。でもう大悲劇、大被弾して両津勘吉です。そう、うん、いたーとか思って、うわーと思って、あそこ避けりゃよかったかなっていつも思うけど、そう、次は避けようかなって一瞬頭よぎるけど避けないっていう。そう、基本バカなんだね。バカすぎる、自分で思うもんだよ。おお、まあ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 、なんとかやれてるからね。やれてればいいんだよ。いろんな人がさ、竹中さんこうやった方が儲かりますよとかさ、こうした方が頭良くないですかとか言ってくるけどさ、嫌なんだもん。もう何よりも嫌なんだが先に来ちゃうからね、うん、いろんな人に怒られて、まずこっちに怒られて、バカじゃないのとか言われて、いろんな人にバカじゃないのって言われて。そうなんです、皆さんご存知、こんだけ俺の動画見てくれてる人はもうすでに気づいてらっしゃると思います。とにかくバカな、そんな俺ね、うん、頭がおかしいですね。なんかもうちょっとね、もううまく立ち回ってね生きていけばいいんだけどね、うまく立ち回って生きていくっていう方法がね分かってるんだけどできない、理由は分かってるけどできないっていうのが一番始末に負えない。そんな感じかな、はい、めちゃくちゃ喋ったけど138分いっちゃったよ。まだ100人見てるもの、ありがとう、ありがとう。そう、まだまだ多少の、需要がありました。竹中随分動画上げてなかったから需要ないかなと思っちゃった。俺の動向を見張ってる人たちかもしれないけどね。あ安心してください。竹中はあの自分が生きていく分だけでしか頑張りません。うわあ、まあそう、じゃあそろそろ動画閉じようかね。うん、まあまあ葉巻の値段はね、多分まだ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 上がっていくけど、まあまあ歯食いしばってなんとか。ね、今いる位置からは下がらないように、今いる位置より前に出ようとはしする気はないけれども、まあ、今いる位置を保ちたい。あ、雪だるまさんありがとうございます。はい、ね、本当にただひたすらに浜キューバさんの浜木を吸ってたいだけなんだけどね、本当に。本当にうちの店もね、俺がノンキューバ扱い始めたらね、儲かるさ、儲かる。そういう問題じゃないんだな。そもそも金の問題だったらこの仕事やってねえし。お、100人切ったんで99人、98人になったからね、ここで動画閉じようかなと思います。はい、よかったよかった。はい、皆さん本日もありがとうございました。はい、
ハバナクラブはね、もうね、本国はね 1.5 倍から2倍になってるから、そろそろ値上げするんじゃないでしょうか。はい、だと思います。俺はもうね、ハバナクラブこれ一択に絞った。キューバのこれを買い占めました。めちゃくちゃあるよ、マエストロ。これが俺一番好き。青いから。味も好き。これ以外だったらこのキューベイが一番好き。このレヘンダリオ、うちにあるけどあんまり好きじゃない、甘いから。それ柏原さんよね。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。ゴールデンウィーク最終日にね、竹中のくだらない話にお付き合いいただきましてありがとうございます。またね、行くまでに動画1本ぐらい上げられたらなと思いますけど、またね、広島で、バー石本さんで初心者セミナーやりますんで、中四国の方で、いらっしゃる方、バー石本さんまでご連絡ください。はい。買い占めるとこ見てた。あれからさらに買い占めたんだよ、群馬ちゃん。むちゃくちゃ買ってやったぜ。はい、それではまた皆さんお会いしましょう。大場さんもこんな遅くまで、あれ、あ、根本さんもありがとうございます。ではさよなら。